Yeah, what's your name? My name is Travis. That's nice. What can I do for you? I'd like to know what your name is. What's your name? Give me a break. You tell me what your name is. I'm not going to do anything, you know. Do you want me to call manager? Oh, you don't have to call the manager. I mean, I'm just asking. Troy! All right, okay. I'm Can I have a Chuckles there? Do you have any jujubes? They last longer. I'd like to get some jujubes. Just see is what we got.皆さんこんにちは、こんばんは、ミッキーと申します。ですね、まあ今回の動画なんですけども、まあ皆様ご存知のコーラなんですけどね、7月1日発売のこのコーラオフィシャルでエナジードリンクが出ましたので、ちょっと試してみたいなと思います。あとですね、レッドブルからもなんかコーラが出てたんで、まあ、こっちもちょっとね、飲み比べようかなと思ってます。で、まあちょっとね、動画を撮る前にちょっとお断りですけども、まあね、エナジードリンク飲みすぎると、ね、心筋梗塞で死んだりとか、いうこともあるらしいんで、まあ味がどんなもんかだったらね、テストするために飲みますんで、ね、全部いっぺんに飲むわけじゃないんで、決して、ね、まあ、いないとは思うんですけど、3本いっぺんにね、ガーッと飲んだりとかいうようなことは、しないでください。お願いします。でですね、まあ、この心臓に負担がかかる原因としてね、カフェインのね、大量摂取ということでね、まあ、コーラだけじゃなくて、ヘルシアとか、お茶、みたいなやつもね、要は、お茶の成分を濃縮してるんで、カフェイン量がね、結構高めらしいんですよね。だから、ああいうダイエット系のね、お茶とかもね、結構、あんまり、1日1本とかで買えてると思うんですけどね、無理してね、2本、3本もね、やっぱり心臓悪そうらしいです。ですんで、まあね、その辺はちょっとね、休息を。じゃあちょっとね、飲み比べなんですけども、まあ、カフェインの量をね、一応全部3本とも見たんですけども、これの分だけね、カフェイン量 30mg っていう金額がありました。こっちはね、何も書いてませんでした。レッドブルのやつもね、なんか、コーヒーから抽出した天然のカフェインでっていうことが書いてあるんですけど、量は書いてませんでした。じゃあね、ちょっと味比べということで、まあ、いつものコーラですよね。はい。うん、コーラですね。まあ、こんなばっかり飲んでるからね。で、次、これですね。期待のエナジーコーラ。やっぱりね、いろんなメーカーからね、コーラ味のドリンク出てますけどね、やっぱりね、本家の味っていうのがね、非常に期待してるんですよ。コーラの味を引き継ぎながら、大丈夫。ん？でもちょっとなんか、あれですね、レモンの匂いというか、ちょっとレッドブル風の薬の匂いだから、もしかして。じゃあ、ちょっと飲んでみます。ちょっと、あれですね、レモンとバニラの味が入ってますね。
もあれかな、もしかしたらね、リアルゴールドにコーラのフレーバーを入れたような感じなのかな。うん、そうだね、そんな感じやな。まあ最後、レッドブルブランドのオーガニック、オーガニックって言います。いい音しましたね。これね、あのレッドブルさんのこのね、缶開ける音ね、するんですよね。ブシュッてね。こっちもなんかあれですね。レモンの香りがきついですね。すいません、何でもちょっとね、匂っちゃう悪い癖がある。これね、かなりねコーラ感薄いですよ。こうね、飲み比べて明らかにね味が薄いですね。なんかでもオーガニックって歌ってるんで、目指すところが違うかもしれないですね。でもね、やっぱり一番売れてるコーラの味をね、こう再現しようっていうのはやっぱりなかなか難しいのかもしれませんね。なんかそのレシピを盗まれへんために特許を取らへんかったとかいうような話もね、有名ですもんね。あと本社工場の近くにね、危ないものがいっぱい入ってるとかいうね、都市伝説もありますよね。まあそれぐらいね、うまいっていうことですけど、そうですね。で、味はほんまですね、リアルゴールドとこれの間ぐらい。で、あとはあれですね、元気になったとかですよね。エナジードリンクですからね。あ、ちょっとムラムラっときましたね。レッドブルもね、最初の頃ね、毎朝飲んだんですよ。あれね、キュッと飲むでしょ。最初の頃ね、すっごいあれで元気になってたんですよね、ほんまに。でもね、飲みすぎたせいか、なんか成分変わったせいかわかんないですけど、だんだんね、効き目が薄くなってね、もうあんまりね、飲んでもね、元気が出なくなって、あんまり最近飲んでないんですけど、まあちょっとだけしか飲んでないんだけど、あ、これでも失敗したな。これどっちの成分で元気になったかも分かんないですよね。まあまあまあ、あれですね、ちょっとね、これまたいっぺんに飲むと体に悪いんでね、今日のところはこれぐらいで許していただいて、またね、明日またあれですわ、コーラによく合う料理も計画してますんで、コークハイ作って、また動画あげますんで、これでも、なんか、ほんま聞いたな。なあ、俺も、単純やからね、プラシーボでもしかしたら元気だったかもしれないけど。ということで、まあ、このね、エナジーコーラは、リアルゴールドと、まあ、コーラの間ぐらい、ね。コーラ8割、リアルゴールド2割ぐらいの感じですので、一回楽しんでください。あとね、モンスターのマリブなんとかいうやつですかね、黒い赤いマークのやつなんですけどね、あれも結構ね、あれはガラナ系なのかな、結
構ねうまいんですよね。でね、モンスターはね、あれがね遅いんですよね。あの効き目がね、テンション上がるのがねちょっと遅いんですけども、遅いんだけど結構ね、スタートダッシュはあんまないんですけど、後からね、じんわり効いてくるんですよね、モンスター。そうですね、なんかね、レッドブルもね、なんか日本で使ったらあかん成分が入ってるとか言って、なんか海外と日本となんか成分が違うらしいですよね。まあいろいろやっぱあるんですよね。ということでですね、あんまりあれですね、まあやっぱりね、比較サンプルもうちょっと出さなきゃいけませんね。モンスターもね、どんなことあってもこれもどうかなとか言いながら、あのシナジェシコも飲むぐらいじゃないところ、やっぱり動かつくじゃないですよね。ちょっと反省します。最後まで見ていただきましてありがとうございます。まあよろしかったらいいねと登録お願いします。今度またコーラに合う料理作りますんで、よろしくお願いします。